久保さん今回、原因を悟るとかに、稼げない原因を悟るとかにしておきましょうか。悟りですね。まあ僕はあのその時思ったのがあれですね。あ、売り上げが作れなかった、一時期作れなかったっていうのは、やっぱ自分に甘えがあったんだなっていうのを悟りましたね。うん、だからそれはすごく大きな気づきでしたよね。うん、やっぱまあ、 めちゃめちゃ仕事してたしめちゃめちゃやってたんですけどやっぱどっかで助けてくれるっていうのがどっかで無意識レベルであったんでしょうねうーんそうまあなんとかしなきゃいけないっつって駆け,けずり回っていろいろやったっていうのはもちろんあるんだけどもただしそれを言ってしまう言ったってことはやっぱりどっかでうん最後の爪の部分甘いところがあったんだなっていうのはすごく認識できたっていう だからあれは僕の僕にとって大きい出来事でしたねだからやっぱそれがあったからこそ腹もう腹んだろうな排水の陣じゃないですけどなんかもう自分しかいないなとだ頼れるのはもうお己一人と頼れるのは己の腕のみっていうだから今もなおその僕の柱として 誰も助けてくれないと。誰一人とも助けてくれないっていうマインドセットですよね。俺を助けてくれる人は俺しかいないと。もうこれが染みついたのはやっぱあの出来事があったからですね。だ一般にやっぱ働いてる人って、己を助けてくれるのは己しかいないっていう多分マインドセットって多分絶対ないですよ。絶対ない <laughs>。うん。それはもう言い切れますね。 僕はいろいろ経験してここに行ってるので少なくても会社の給料をもらって生活してる人の中では多分この研ぎ澄まされた己を助けられるのは己しかいないっていう,うここにはいけないかなっていう,うんやっぱね仕事しても仕事しなくても給料入ってくるしミスしても会社がリカバリしてくれる部分あるだろうしだからその環境でね 生きていれば、まあ、ここの境地にはいけないかなと思いますね。うん。だから、まあ、一人で稼ぐっていうのは、やっぱ結局、もう全責任が自分なので、それを自分の中でどう受け入れて、どう解釈して、どう前に進んで、自分の力をこうつけていくのかっていうところですよね。だ僕が大量に動画をアップロードできるのはもう、まあ、一つの理由としては、己を守るのは己しかいないと。うん。 従業員もいないし、従業員雇うつもりもないし、バイトを雇うつもりもないし、だから、己の分身を作りまくるっていうね <laughs> そう、圧倒的な分身を作りまくるみたいなね、話なんですけど。うん。だから、まあ、ここまでもし行くことができるんだったら、稼げないってことはまずないですね。うん。やっぱ逃げ道があると、まあ、 その大事なのが、飛行機で例えるならばんた、あの上空何千メートルでねまあ飛行機って飛んでいくわけなんですけど、本当にちょっとの1ミリでも2ミリでも、何かその誤差があったりとか、そこからするとその空気圧がそこから入って、それが故障の原因になって墜落したりするわけですよ。だから もう本当1ミリの濃さも許されないっていう世界なんですよね。確か、多分。そうじゃないですか。まあそれはまあ新幹線とか電車もそうだとは思うんですけど、特にまあその上空ですよね。気圧が変わってるところで飛び続けるっていうのは、あの1ミリの誤差も許されないっていう。でも多分、1人で稼ぐっていうのは上空。だから、なんか、一般の世界と違うじゃないですか。上空ってね。雲の上飛んでるわけですから。 この雲の上を飛び続けるためには、そのやっぱ1ミリの誤差もなく、その完璧でないとダメっていうね。うんだから自分自身が完璧でないとだめと。もちろんその完璧っていうのは何をもとに完璧なのかっていうのはわかんないですけど、マインドセット的に言うならば、己の身を守るのは己のみっていうような鋼のね、マインドセットがやっぱ必要かなと思います。 もちろんビジネスはやってみないとわからないんですけど心構えマインドセットは、まあ、それが絶対的に必要かなと思いますけどねはいいってらっしゃい